今回もですね、セルフリトリートという言葉なんですけれども、はい、セルフリトリートとはそもそも何なのか、はい、また何をするもので、はい、どんな効果があるか教えていただいてもよろしいですか。はい、セルフリトリートっていう言葉はなかなか聞いたことがなかったと思うんですが、多分そのリトリートっていう言葉自体は聞いたことある方も多いかと思うんですね。まあ、そもそもリトリートって何だろうっていうと、まあ、ある一時期こう自分とこう向き合ったりとか、こうゆっくり休養したりとか、あるテーマをもとにどこかにこうこもったりとか、まあ例で言うと、よくこうヨガのリトリートとかっていうと、何かこうリゾート その島とかにこもってみんなでワークショップをやって、朝は瞑想して、こうベジタリアンの食事して、なんか自然と戯れてみたいな、そんなのを1週間やりに行くなんかツアーみたいなのがあると思うんですけど、まあ、そういうのをリトリートって言ったりしますが、まあ、今回はそれのセルフバージョンなんですね。で、私今までそのセルフコーチングの方ね、前回出しましたけど、やっぱりそのセルフシリーズって私は呼んでるんですが、その何でもそれを自分でやってみるっていうところで、そのじゃあセルフリトリートって具体的に何だろうって言ったら、まあ、そのどこかのワークショップにこう行くとかじゃなくて、自分と向き合って、そのある一時期どこかにまあこもって、まあそれは家でもいいですよ、家でもいいし、旅先にこの本を持ってってもいいと思うんですけど、でもう自分とだけの約束をして、できれば2日以上、まあ丸1日でもいいんですけど、できたら2日ぐらいどこかにこもって、家でもいいんですけど、この本をワークをねじっくりやることによって、自分自身のことがどんどんこう分かってきたり、整理されたり、まあ、今までの本だと、その100の質問ノートだと、その自分の価値観が分かるみたいな感じだったんですけど、この本はなんか自分のいらないものが分かるっていう感じで、そのいらないものを見つけて、それをこう手放すプロセスについて、まあ、書いてるんですが、それをこう行っていくのがセルフリトリートです。あ、なるほど。そう、あ、効果もね、効果もねそう。で、そのセルフリトリートの中には、まあ、いろんな角度からその自分自身と向き合って自分の片付けをするんですけど、まあ、それが、体だったり、フィジカルっていう章から始まるんですけど、まあ、体だったり、こう心、マインドだったりとか、あとはその家の中、家の環境だったりとか、あとはこう人間関係とか、もっとこうスピリチュアルな、ちょっとこうスピリットの部分と向き合うとか、まあ、いろんな本当に角度からのワークが書いてあるので、まあ、それと向き合うことによって、いろんな角度から片付けが行われていって、どんどんこう自分がアップデートされていくっていう、まあ、印象ですね。で、それをすることによって、やっぱり、まあ、皆さん断捨離とかね、されたことあるかなと思うんですけど、こう断捨離の効果って、まあ、もちろん部屋が綺麗になるんですけど、部屋だけじゃなくて、やっぱりこうマインドもなんかすっきりしたり、まあ、なんかすっきりしたらずっとこれキープしたいっていうモチベーションになったり、なんかすっきりしたらなんかインスピレーションが湧いて、あ、これやりたいっていうのが、ね、どこ行きたいとか、あの人に会いたいっていうような感覚が湧いてきたりとか、何かそういう、こうプラスの要素がおまけでついてくるみたいなのがね、効果としてはあります。すごいわかりますね。本の中でも家の整理というところの項目も入っているので、ぜひ皆さんも実践をしていただけたらと思うんですが、やっぱり部屋をきれいにすることによって、思考も何が優先順位かってすごいはっきりわかりますよね。そう、本当にやっぱり頭の中が散らかってると、なんか机の上も散らかってくるっていう感じしません？のと一緒で、頭の中を整理したかったら、まずは部屋とかね、まあ、机の上とか、もう目に見えるところから、一番目につく場所からきれいにして、シンプルに片付けていくと、なんかそれによって徐々に思考もシンプルになって、こういるものいらないものがすごくこう見えるようになる。で、私は一時期からその断捨離っていう、まあ言葉、お片付けみたいなことですね、あらゆる分野において片付けるのが結構好きで、ただそうは言っても常に綺麗じゃないんですよ。常に綺麗じゃなくて、やっぱりやろうってするとバーッと綺麗になるけど、やっぱりちょっと日常に流されるとまた少し散らかってきたりするんですが、あ、でもお片付けが大事って思って、またこうね、定期的にその片付けもそうだし、こういうセルフリトリートみたいなことを定期的にすることによって、なんか常にその自分軸をこう見つけていけるというかね、やっぱり物が何もないと何が大事かが分かりやすくなるというか、この本にも例で書いてるんですけど、一流ブランドの その高級なお店って、
ディスプレイぐちゃぐちゃにこうなんか詰めて並べてないじゃないですか。すごくシンプルにこんな広い空間にちょこんとバッグが置いてあるとか、なんかそうするとそれが際立ってすごい素敵って思うような。でもそれってやっぱり家の中にしても思考にしてもいらないものがないと大事なものが何かが分かりやすいし、その大事なものをより大事にしようっていう思考になるから、まあ、そこが一番の効果ですよね。ありがとうございます、はい。